中野さん、まずは、はい、平安町が初出場ということで、はい、やっぱり地元の記念に向けては、はい、まず出走を斡旋が来たときは、そうですね、まあ、来たなと思いました、はい、ついにこの時が来た、まあ、やっぱり特に、まあ、選手はみんな地元記念が思い入れ強いんですけど、やっぱり京都の選手の方は、ね、先輩方思い入れ強いと思うので、まあ、ゲスト、はい、頑張りたいです。パッとやっぱ緊張というか、そうですね、少ししてます、うん、でその分練習だったりここに向けてっていうのはイメージは、はい、しっかり練習してきました、うん、あとはどうですか、 S級に上がってきての戦いぶりでご自身の手応え、はい、少しずつ良くなってきてると思うので、はい、今回しっかり頑張りたいです。やっぱりその選考でしっかり戦っていくというのは、選考権をね、まあ、7レースというところで、うん、上田さん、ちょっと潤さんもあるけど、国広さんが3番手になるということで、はい、うん、ライン的にはちょっとしっかり、はい、相手も強力ですけど、はい、なんとか順番で勝ち上がって、はい、頑張ります。ちょっと地元のファンを盛り上げて、はい、頑張って、ありがとうございます。